幼少期のカールフリードリヒカールフレデリク、またはカールフリードリヒはシュレースビヒホルシュタインゴットルプ公。フレデリク4世とその妻でスウェーデン王カール11世の娘であるヘドビグ、ソフィアの一人息子。デンマークノルウェー王フレデリク1世の三男アドルフに、始まるホルシュタインゴットルプ家の当主で、ロシア皇帝ピョートル3世の父。スウェーデン王アドルフ・フレドリクは、 重定にあたる。カールフリードリヒは2歳で父親を亡くし、その公爵位を引き継いだ。幼い公爵は、摂政となった母と一緒に、ストックホルムに住み、広告の統治は、おじのクリスティアン・アウグストに任された。当時は大北方戦争の最中で、当初は1700年に結ばれたトラベンタール条約によって、両国の安全は保障されていたが、 スウェーデンがロシアに敗れた1七百九年以降、デンマークは反スウェーデン同盟に復帰し、デンマーク軍はカール・フリードリヒの両国を侵略してその北部地域を征服した。この時、ホルシュタイン・ゴットルプ公爵の代々の居城であるゴットルプ城も奪われた。七百十八年に母方の叔父であるスウェーデン・王カール十二世が死ぬと、その最近親の男子であるカール・フリードリヒは、 スウェーデン王位の相続人に押された。しかし対抗馬だったおばのウルリカ・エレオノーラが王位についたため、カール・フリードリヒはスウェーデンを出国することを余儀なくされ、その後ロシア帝国に移住した。その後もスウェーデンにおけるカール・フリードリヒ支持者であるホルシュタイン派は、カール・フリードリヒを王位につけるための運動を進めていた。ホルシュタイン派は、子供のないウルリカ・エレオノーラ女王の死後を待って、 カール・フリードリヒを国王にしようと画策していたが、カール・フリードリヒは、おばよりも早く亡くなったため、その構想は実現しなかった。1720年、スウェーデンとデンマーク・ノルウェーは、フレデリクス・ボー条約を締結し、スウェーデンは、ホルシュタイン・ゴットルプ公国に対する支援を打ち切る、ことを制約した。カール・フリードリヒがこの和訳に反対すると、スウェーデン政府は、カール・フリードリヒが、 自分のスウェーデン多い継承権を持ち出して反逆的な態度をとっているとみなすようになった。この条約締結により、公爵が両国の北部地域に相当するシュレースビヒを回復することは事実上不可能になった。1762年、カール・フリードリヒの息子ピョートル3世は、ロシア皇帝に即位すると、父が失ったシュレースビヒを回復するため、ロシア軍を動員して、 デンマークとの戦争の準備をしているが、妻で女帝エカチェリーナ2世のクーデターで廃位され、実現しなかった。1725年5月21日、ロシア皇帝ピョートル1世とその妻の女帝エカチェリーナ1世の娘アンナ・ペトロブナと結婚した。夫妻は間に息子を一人設けた。サンクトペテルブルク宮廷のこの絵隊長及び最高枢密院議員を務めていたカールフリードリヒは、 1727年に、この計画は失敗したものの、夫妻の一人息子が1762年に、ピョートル三世として、ロシアの定位を継ぐことになる。1739年、ザクセン地方の小村、ロールフスハーゲンで亡くなった。ありがとうございます。